皆さんこんにちは。現役時代、高橋大輔さんとペアを結成し、日本中にカナダイブームを巻き起こした元フィギュアスケート選手の村元哉中さん。そんな村元哉中さんに不倫報道が飛び出しました。お相手は村元哉中さんを担当しているパーソナルトレーナーのレイシー達也さんという方で、これまでに数多くの芸能人を指導してきた方です。しかし、お二人はなぜ不倫してしまったのでしょうか。今回は元フィギュアスケート選手村元哉中さんのレイシー達也さんとの不倫騒動や、高橋大輔さんとのペアカナダイの解散理由についてお話ししていきます。また村元哉中さんは高橋大輔さんとペアを結成する以前、別の方とペアを結成していたそうですが、突然死してしまったとの噂もささやかれているようなので、その噂についてもご紹介していきます。2014年にシングルから転向した村元哉中さんは、ピョンチャン五輪で15位など輝かしい成績を収めてきましたが、中でも注目を集めたのは2020年にオリンピック銅メダリストの高橋大輔さんとペアを結成したことでした。当時高橋大輔さんは33歳でしたが、村元哉中さんのオファーでシングル競技からの転向を決断し、この年の全日本選手権で2位になったことで、日本中にカナダイブームを巻き起こしました。2022年には四大陸選手権で日本勢初の銀メダルを獲得。さらに2023年の世界選手権では日本史上最高タイの11位に輝くなど、名実ともに2人は日本アイスダンス界の黄金カップルとなりました。スポーツ紙記者によると、高橋大輔さんと村元哉中さんはアイスショーも人気で、2022年には愛と解放をテーマにしたショーナンバーラブゴーズを披露しました。今年のショーでは初めて2人で振り付けをしたプログラムシンメトリーで観客を魅了しましたと語っています。しかし昨年2023年、高橋大輔さんと村元哉中さんは揃って競技からの突然の引退を発表しました。引退理由について、高橋大輔さんは右膝に限界を感じ、競技レベルのパフォーマンスを維持することが難しくなってきたからと語っていました。しかし村元哉中さんは会見で、大ちゃん以上のパートナーはいないと語り、その後もプロスケーターとして高橋大輔さんとアイスダンスを続けていくと宣言していました。お二人揃っての現役引退ということで、事実上の解散となったカナダイペアですが、再び大きな舞台での活躍を見ることはできるのでしょうか。そんな中、冒頭でも触れたように村元哉中さんに不倫のニュースが飛び出しました。お相手は村元哉中さんを担当しているパーソナルトレーナーのレイシー達也さんという方で、これまでに数多くの芸能人を指導してきた方です。一体なぜお二人は不倫してしまったのでしょうか。お二人の不倫のきっかけはカナダイ関連の仕事だったのではないかと言われています。村元哉中さんはインターナショナルスクール出身ということもあり、英語が堪能で海外生活がかなり長いという共通点から、レイシー達也さんと意気投合し、レイシー達也さんのジムに通い始めたようです。今年3月にはレイシー達也さんが村元哉中さんの誕生日パーティーを企画するようになるなど、2人は徐々に仲を深めていきました。さらに現役引退も引き金となったのか、村元哉中さんは次第にレイシー達也さんに対する愛を止めることができなくなったのではないかと言われているようです。ある記者によると、お二人が交際をスタートさせたのは今年4月頃。その時期、メンタルの不調を抱えていたレイシー達也さんを村元哉中さんが支えていました。最近はトレーニング後に待ち合わせて二人で一緒に帰ることが日課のようになっています。村元哉中さんのアイスショーの帰りにもレイシー達也さんが村元哉中さんを家まで送り届けているみたいですとのこと。そんなお二人の不倫疑惑がスクープされたのは今年2024年4月22日のことでした。ジム終わりのレイシー達也さんと一緒に帰るため道の途中で待ち構えていた村元哉中さん、その後二人は合流し、駅までの道のりをゆっくりと歩いていきました。少し狭く暗い道に入ると抱き合うように密着することもあったのだとか。村元哉中さんの自宅付近の駅に到着してもお二人のおしゃべりは終わることはなく、解散したのは22時前だったようです。この日はお見送りにとどまった村元哉中さんとレイシー達也さんですが、あるフィギュア関係者は4月5月にかけて村元哉中さんの自宅で複数回お泊まりをしていたようだと語っています。またある週刊誌によると、夜仕事が終わったレイシー達也さんが広尾駅近くのレストランに向かい、そこで村元哉中さんと食事を楽しんでいたそうですが、その後
お二人は村本香菜さんの自宅付近のコインパーキングにて情熱的なキスを交わしていたようです。その後車を降りるとお二人は肩を並べ村本香菜さんの自宅マンションへと入っていきました。結局レイシー達也さんがそのマンションから出てきたのは翌朝8時過ぎだったとのこと。不倫疑惑に対し村本香菜さんは現在否定しているようで、レイシー達也さんに妻子がいることも知っているため普段から一線を越えないようにしていると語っていました。しかしキスをしたことは認めており、感情が高ぶったりすると誰でもあり得ると思いますと強気な発言をしていました。一線を越えないようにしていると語っているものの、キスをしたことは認めている村本香菜さん。カップル競技で世間の注目を集めてきたアスリートのアイスダンス不倫、一線を越えるというのはどこからを指しているのでしょうか。カナダイペアを結成し一世を風靡した村本香菜さんと高橋大輔さんですが、村本香菜さんはカナダイ結成以前、フィギュアスケーターのクリス・リードさんとペアを組んでいたことでも有名ですよね。しかしクリス・リードさんには突然死したとの噂がささやかれています。この噂は本当なのでしょうか。クリス・リードさんは2020年3月15日午前0時20分アメリカ・デトロイトで心臓突然死のため30歳の若さで亡くなっていたようです。クリス・リードさんは3月11日に更新した自身のブログにて日本へと題し、近く来日するプランがあることを明かしたばかりだったようです。またかつてペアで冬季五輪に出場した姉のキャシーさんと共に大阪を拠点としてアイスダンスの更新の指導などをスタートさせる予定も明かしていました。11日時点で前週に荷物を日本に送っていたそうですが、新型コロナウイルス感染拡大のため日本に行くのが遅れますと報告。それでも今後の活動について、新しい難しいジャーニーの始まりです、楽しみだよと綴っていました。しかしその時には病などに苦しんでいる様子はうかがえず、ブログ更新からわずか4日後に急逝したと見られています。父が米国人、母が日本人のクリス・リードさんはキャシーさんとペアを組み、2010年バンクーバー、2014年ソチ両冬季五輪に出場し、その後2015年にキャシーさんが引退したことをきっかけに新たにシングルから転向していた村本香菜さんとペアを組み、2018年ピョンチャン五輪にも出場、4度の右膝手術を乗り越えて立った銀盤で坂本龍一さんの曲を使った演目の世界観を表情に描き、日本勢過去最高に並ぶ15位に輝きました。これからまだまだ活躍を見せてくれると誰もが期待していただけに、フィギュアスケート界のみならず世界中で悲しみの声が上がっていました。いかがでしたか。今回は村本香菜さんの不倫騒動の真相や高橋大輔さんとのカナダイペアの解散理由、元パートナーの突然死について詳しくご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。